こんにちは、ピクチャレスクです。今日はですね、作品が一つ出来上がったので、こちらのご紹介をいたしますね。今回はこちらのに写っている無彩色な柄なんですけれども、大花ですね、バラかなんかかな、これをたったの2色しか使っていないにもかかわらず、まあ、華やかでシックで上品なエレガントな感じに出来上がればということで、2色使いの本当に色が絞られた感じのところが特徴ですね。それをバニティ型ということで、バニティっていう、もともとは化粧品ポーチみたいな形があって、よくお弁当を入れられる人もこういうの形でいると思うんですけれども、そういうことから、まあもともとは化粧品のコスメボックスとして作られた、生み出された方ではあるんでしょうけれども、そちらをお出かけの旅行なんかでショルダーとして使ってもらおうじゃないかということで、そんな形のバッグを今回お作りしました。まずこちらの生地のご紹介をさせていただきますね。この左側が表地になるわけです。メインの生地ですね。こちらの品質がですね、綿が 60% で、絹、シルクがですね、綿が 67%、絹が 33% っていうことなんですね。で、この紺率の表し方の特徴として、今回のこの場合はですね、糸がそういう風な混じった糸であるってことじゃなくて、パーツ的にこの綾みたいな、ギャバみたいな、デニムみたいな感じになってるとこありますよね。この白い部分のこちらがコットンなんですね。で、黒い部分がシルクっていう、その割合を表してるから、互いには糸としては絹 100% の糸と綿 100% の糸をパーツでちょっと使い分けながら、ジャガードの柄にしてっていうことで、その割合が 67% と 33% だよっていうことで、綿がちょっと倍ぐらいの割合を占めていて、そこに黒いシルクの柄で、バラのような花の大花をね、ジャガードで綺麗になんか描かれているっていう考え方でいいと思うんですね。で、この裏地なんですけれども、裏地の方はですね、キュプラが 60% で、ポリエステルが 40% ということなんですね。キュプラってあまりね、馴染みがない、あまり効かないようななんかなと思うんですけど、裏地に使われたりとか、ちょっとツルツルした感じが特徴なんですね。で、今回もこの裏地に使ったわけですけれども、とてもね、高級感が出るんですね。テカリというか、ツヤがとても美しくなって、さらに今回のこの場合、ボーダーみたいなね、溝が掘れている状態の生地の折り方になっているので、折り方というか、ちょっとね、半分ニットだと思うんですけれどもね、名前がなんかメッシュのようなね、感じの意味合いのパワーネットっていう名前の、よくカットソーをね、でもあるんですけれども、カットソーなんかでよく使われたり、下着に使われたりするパワーネットっていう素材のネーミングになっているようなんですけれども、その通りね、本当にしっかりしていて涼しげなんですよねっていう感じですね。ではちょっと作りの方をね、見てまいりますね。こういうふうに表正面から見ると、ファスナーが両開きになって真ん中で止まる形になっています。そしてこのファスナーのつまみは本革の黒を利用しているということで、あとブランドネームが叩きつけているということですね。右上ですね、表のね、この柄をちょっとアップで今なってるんですけど、非常に整った柄というか、なんか落ち着いた感じの柄になってますよね。で、全体的にわーっと広がっているのがちょっと華やかな感じ、黒白の割によくここまで華やかにって思うんですけれどもね。黒白って言っても、この白っていう部分がですね、厳密に言うと卵色っていうか、少し白でもアイボリーっていうような、もう少しクリームのような感じ、クリームっていう言い方をするといいのかな、なんか真っ白ではない感じなのが、また落ち着いているかなっていう感じだし、裏地もそうなので、裏地によく合うって感じで、表地の色とバッチリ合ったわけですね、今回ね。で、この新聞紙って言って、いつも形キープにくるんである新聞紙が中に丸め込んであるのが入れてあります。で、上の部分はハード厚人っていうのを入れてあって、下の部分はハード薄人も入れてあって、さらにベルポーレンという2ミリ厚の底板がね、中に入れ込んであって、中に入れてもズドンとなんかボヨンと下に
もこっと膨らむような感じがないんですよね、入れるとね。それ本当てきめんなんですけど、これ入れるか入れないかで本当に違いがあります。でこのポケット、さっきもちょっとお見せしたんですけど、スマホが入れれて、この結構このバニティ型というのはですね、ポケットがつけにくいんですよね。後ろ側はどうしても構造上というかですね、伏せてこの縫い込むので、ポケットがね、後からではなかなかつけにくくて、最初の時点でつけるとなると、何でもない広い平地の場所につけなければならないんです。そうするとこの前側しかないんですよね。それなんだけど、私はちょっとね、今回機能を良くしたいので、2つポケットをどうしてもつけたいなって考えた時に、どうするかって考えた時に、場所がないから、ギリギリで隣同士でするにも、横のサイドにポケットが行ってしまうと、またこれも出し入れしにくい場所に行ってしまうしなあということで、スマホも入るものじゃなくなってしまいますもんね。そうした時に重ねてポケットを作ろうということを思いつきました。なのでポケットの中にポケットがあるっていう感じになって、とてもセキュリティがさらに高くなっています。中側のポケットは隠しポケットでファスナーついてるから、その中に鍵なんかを入れてもらったりとか、大事なカードとかを入れてもらって、で取り出しやすいように、そのファスナーの方じゃなくて、マジックテープの方の大きな方のポケットの外側のポケットにはスマホを入れるみたいな感じもいいし、あとはですね、お財布を持ち歩かない場合に、パッと家を出る場合っていうかですね、お札をその大きい方に入れて、小さい方の奥の方に小銭を入れるなんていうお財布的な使い方もできるのかなと後で思ったんですけれどもね、どうでしょうかね。ただですね、このバッグ自体の横の幅が、長財布が横にずっしり入るように作るお作りしましたのでね、まあ、財布をそれ財布ごと入れてもらった方が使い勝手としては別に入れ替えなくてもいいかなと思いますね。あとこれでサイズ感を見てもらいましょうかね。バッグのサイズなんですけど、縦が17センチ、横が27センチ、マチが12センチっていうバッグになりますね。めちゃくちゃ小さいものではないんですね。やっぱり長財布を最低限入れるようには作りたいので、あんまりもう20センチとかだと、もうなんかあんまりバッグの意味ないなと思って、その辺はちょっとね考慮しておりますね。じゃあ最後にちょっとコーデをねやってみたいと思いますね。こちらに黒いフクレジャガードのワンピースがあって、私フクレジャガードが好きで、服とかも見つけるとフクレジャガードをちょっと買ったりしてるんですけれども、このワンピースがあるんです。これアメリカ古着みたいなんですけどね、ここにねこういうふうにバンと持ってきたらどうでしょう。さらに洋服も真っ黒にすると、本当にバッグも含めても2色しか使ってないコーデになるんですね。それでもこんなに華やかにできるんだっていう、面白いなんかちょっとコーデの例というかですね、テクニックというか、本当に最小限の色使いでおしゃれをどこまでするのかっていうのでね、究極は一番は1色だけの色でやるんでしょうけれどもね、ちょっとそこに華やかさを足すにはもう1色っていうことで、2色使いでここまでなるんだよみたいな例ですね。はい、それでですね、ショルダーの長さなんですけれども、ちょっと最近私がお作りしているのが長すぎるかなと思ったので、ちょっと短くして、つなぎ目を作らずに1回でやってみるとどうなんだろうっていうことをしたらですね、長くて114センチだったんですね。それ以下の間での調整ってなるんですけれども、どうなんでしょうね。もうこれ私としてはこれで目いっぱいでもいいんじゃないかとも思ったんですけれども、だらんと長く持ちたい方っているんでしょうかね。そうするともうちょっと長めにして調節でいろいろやれた方がいいのかなとも思うので、ちょっと長さをね今試案中なわけですね。そうするとこれはちょっと長さが短い部類のものに入るかなとは思うんですけれどもっていうことですね、っていうことをちょっとお知らせしてたいと思います。はい、ではですね、こちらもちょっとこの形でのこの生地はまだね、生地がもう少し余っているので、もしかして違う方でまた今後ご紹介できるかもしれないんですけど、このバニティでのこの形はこれでね、私自身が同じのをねいくつか作るのがちょっとあまり今そういう意向ではないので、これはこれで一点ものとなりますね。はい、ではこちらのねブログなんかもね書いていきますので、同時並行でですね、またねそちらもご覧になってくださいますでしょうかね。また今後もですね、こんな風にバッグを作ったらね、ご紹介を動画でもしていきたいと思います。またよろしかったらご視聴くださいね。よろしくお願いします。では今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、チャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いします。その他ですね、ブログもサイトの方で書いておりまして、こちらもね、ぜひご覧になってください。下に貼ってある URL からサイトに行けます。そしてその中に商品という欄をクリックしてもらうと、そこでバッグを売っていますので、そちらの方もね、ぜひよろしくご覧ください。ありがとうございました。